こんばんは、キリュウですラットです,です歴史はエンターテイメントかしわし歴史チャンネルへようこそ今日はね、策略家カネイパパの妻の一人でカネイエ次男である藤原の道綱を産んだ道綱の母についてお話したいと思います道綱をよろしくの人ですよね <laughs> <laughs> そうですね。そうですね。息子をよろしく、息子をよろしくの人ですね。ドラマではね、藤原の康子っていう名前になっていましたけれども、うん、これもドラマのオリジナルの名前でね、うん、おそらく彼女の父親の藤原のもやすの康の一字をもらって付けたんだと思います。うん 今ではね、985年か986年ぐらいの時点でね、道綱をよろしくって言ってね、なんか一緒に寝て、金家の奥さんとしてね、よしよしとかってやってましたけれども、一応ね、<laughs> この頃、金家パパの東三条の屋敷に住んで、妻の待遇を受けていたのは、身分的には未修道に当たるんですけれども、うん、それでもゴンの北の方。 呼ばれていて世間的には実質北の方と同じだよねって思われていた藤原の忠本の娘っていうのがいたんですよね、うんうん、でもドラマにはね出てきてないのでねまあ、なんか道綱の母が奥さんみたいになってましたけどねうんうん、うん、でも前に聞いたけど実際はあの時はもう離婚してたんだよね そうなんですよね。別にね、平安時代に離婚届けっていうのがね、あったわけではないので、今みたいにね、役所に離婚届を出して、はい、今日から夫婦じゃありませんみたいな離婚ではないんですけど、<laughs> うん、平安の当時、夫がね、妻の家に通わなくなったら離婚というか、夫婦関係が解消されたんだっていうふうに世間も、当人同士も考えていたので、その意味ではドラマの時点では、金家と道綱の母の夫婦関係というものは完全に切れていたと言っていいと思います。 うんーなんかアバウトだね、うん、そうそうアバウト男の,、ね、男の人が思う距離感と女の人が思う距離感が全然違ったりしてね <laughs> そう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 だからなんか道、ね、綱の母も結婚してるんだかしないんだかっていうのがねちょっとねしばらく続くんだよね、うん、ここからはもう離婚かなみたいな感じでねちょっとねうやむやなんですよだから今みたいにねはいこの日からとかいうのはないんでちょっとグレーゾーンがあるみたいなところではあるんです でも今でもさ離婚届出さないけど家庭内別居とかさそういうので本当はなんかもう夫婦関係決裂してるけどただ一緒に住んでるだけみたいな人もいるからねなのでまあ似たようなもんかなっては思うんですけどね <laughs> <laughs> 似てないかそこはちょっと違うかでね道綱の母っていうのはさっきもね言ったみたいに藤原智康の娘でこのね 友モっていう人はいろんな国の図領を歴任した中級貴族なんですが、うん、まあでもね、結構やり手だったみたいで、陸奥の国の国士になった時なんか、自分の任期の5年間分の税金を全部きちんと徴収して国庫に納めただけじゃなくて、うん、前任者が滞納していた分の税金まできっちり集めて国庫に納めてるんですよね。うん、この頃図領としていろんな国に派遣されても、税金をね、全額きっちり徴収できる人ってなかなかいなかったんですよ。なのでそういう意味では、 藤原智康っていうのは頭領として非常に優秀だったと言えるかと思います。うん まあね、税金取られる側からしたらねありがたくない人だったとは思いますけどねでも <laughs>、ね、まあすごいやり手だったんでしょうねしっかりそっううとのろはね。しかもさ当時の図量っていうのは決められた税金をね国庫に納めさえすれば残りはねいくら庶民から税金徴収して自分の懐を肥やしてポッポナイナイしても全然構わなかったので<ー>どうやらね友康という人も庶民からガッポガッポと税金を集めて自分の懐に入れてたみたいでね。なので身分的には中 旧貴族で低かったんですけどかなり裕福だったみたいなんですよなんかすごいちゃんとした人だと思ったけど今の話を聞いたらすごい悪道い人に見えてきました <laughs>、うん、いやいや当時の貴族としてはちゃんとした人よ <laughs> <laughs> そんなね、藤原智康の娘、後の道綱の母が上級貴族である金家と結婚したのは天暦8年、954年の秋のことでありました。この頃のね、女性で天皇の妃でもなくて、宮中に仕えてた女房でもない、ただの専業主婦の日常がここまで詳しくわかるっていうのは、うん、後に彼女が自分の人生の回顧録でもある、かげろう日記っていうのを書いてくれたおかげなんですよね。うん、なので、ここからのお話はすべてかげろう日記に書かれた内容となります。 まずね、二人が結婚した天暦8年954年。金家パパは26歳。 まだ、十五位の下、右兵衛の助に過ぎなかったんですが、でもね、金家パパのお姉さんである安子、安子が、もうすでに村上天皇の朝愛を受けて男の子を二人も産んでいた頃なんでね、金家パパが出世する見込みっていうのも大いにあったので、うん、中級貴族に過ぎない家柄である友康の娘からしたら、もうこの結婚っていうのは、玉残しも玉残し、もう本当にシンデレラガールって感じだったわけなんですよね。うん、ただ、この時点でね、金家パパにはすでに、時姫、 といいう別の妻がいてしかもね長男である道高も、生まれていた頃なんでですよね、うん、でも、うん、時姫の方のお父さんも藤原智康と同じレベルの中級貴族なんでね。なので、この時点ではどちらが着彩っていうのは決まってなかったみたいです。しかも、智康の娘の方も結婚の翌年金家の次男となる道綱を産んでるんでね。 だからこの時点でお互い中級貴族の娘で身分的にも言い分だし子供も男の子一人ずつってことで立場的には全く対等っって感じだったようなんですね。ただその後時姫の方は長子塔子っていうね女の子とか道鐘千子昭子さんですよねで道長というふうに次々に金柄の子供を産んでいったために2人の差がね開くことになっていってしまったんですよね。 特に時姫が女のの子を産んだっていうのは大きかったですね当時上級貴族の男性にとって天皇に嫁がせることのできる妃先鐘の娘を持つっていうのはむっちゃ重要だったんでね。うんうん、えじゃあ三綱の母は三綱以外は子供いなかったってこと 残念ながらいなかったんですよね。うん、だから、道綱の母もね、娘を産むってことがどれほど妻の地位を上げるかってことは分かっていただけに、うん、あっちこっちの子供を授けてくれるのに霊源新たかだっていうお寺とかにね、うん、よくお参りに行ってるんですよ。 ただ、かげろ日記にはね、か家が冷たくて、自分の元をね、訪ねてきてくれないもんで、すねて、もう髪を下ろして出家して甘になりますって言ってお寺に行ったみたいに書かれてはいるんですけど、もちろんね、そんなこと言ってか家が慌ててね、迎えに来てくれることで、金家の自分への愛を再確認するっていう意味もあったとは思うんですよ。かげろ日記に書かれてるようなね。でも、現実的な願い事としては、小宝を。 授けてください。それも女の子をっていう願掛けに言ってたんだろうと思います。うん、ただね、かなりあっちこっちね、お周りに行ってたんですけど、彼女が道綱以外の子供に恵まれることはなかったんですね。うん、こればっかりはね、本当にわからないですものね。今も昔も。ね。今みたいにね、不妊治療っていうのもないからね、本当、うん、もう神頼み以外ない、うん、もうどうしようもない、天からの授かりもんですからね。うん、しょうがないって感じなんですよね。 そんな道綱の母と時姫との差が決定的になったのが時姫の生んだ長子塔子の「受題」だったんです。 この瞳子っていうのはアンナ元年、ね、968年に冷泉天皇の女吾となったんですがやっぱりほら天皇のね妻となるね女吾となる娘をね産んだ母親ってなるとその母親をおろそかにするってわけにはいかないんでねだからこの少し前ぐらいから金家は東三条の屋敷をね大改築して東湖が代理から下がった時の里屋敷としてね恥ずかしくないように立派にね改築しようとしてたんですけど同時に瞳子の母でもある時姫とか時 美姫の子供たち道鐘とか明子とか道長といった他の子供たちも東三条の屋敷に呼び寄せているんですよ。 うん、この時ね、道綱の母も金家に呼ばれて、一条王子の北にあったね、うん、お父さんの家から、東三条のね、金家の屋敷のすぐ近くに引っ越してるんですよ。うん、源氏物語ではさ、光源氏が六条院に自分と関係のあった女性たちを集めてね、広大な屋敷作って住まわせたっていう記述があるんですけど、うん、この頃の金家も、それと似たようなことをしようとしていたようなんですね。うん、何せさ、身分高くなっていくと、出かける時のお供の人数とかも決まってるんですよね。うん、なので、綱の家に出かける って言っても大人数のお供の人引き連れて大ごとになってもういろいろと面倒くさいわけなんですよ <laughs> なので垣根こいてちょいって行けるようなすぐ近くに呼び寄せたってことだったみたいなんですね確かにそれはそうかもしれないなんかいちいちねいろんな人が来たらねうそしいもんね5分で行けるところ1時間かかるもんねそう,う, <laughs> そうだから牛舎でも行かなくてねちょこっと庭通ってたらいけるみたいなお手軽なところに引っ越してきてもらったわけなんですがただその東三条の屋敷のね本当にお隣さんみたいなすぐ近くに引っ越した道綱の 母は金この、ナリコっていう人は、村上天皇の女吾だった安子安子の妹で、安子安子が亡くなった後、彼女が産んだ森平親王後の英雄天皇ですね。この森平親王の母代わりとなっていた女性なので、本来の道綱の母の身分からすれば、うん、手紙のやり取りをするなんて絶対にできない雲の上の人だったんですけど、うん、金家と結婚したおかげで、こういうね、上級階級 の夫人たちところが、一条王子の北のね、お父さんの屋敷に住んでた時には、うん、噂で聞くことがあってもさ、目の当たりにするってことがなかった、時姫との待遇の差っていうのが、東三条の屋敷のね、とこに住むとなると、嫌でもね、目に入ってくるわけですよ、ね。それでもまあね、さすがに道綱の母がね、時姫のところに乗り込んでね、掴みかかって喧嘩するってことはなかったんですが、<laughs> が 従者たちよ。道綱の母の従者たちと、それから時姫の側の従者たちが、どうもね、かなり大規模な乱闘事件を起こしちゃったみたいな。<laughs> え、それなんかに記されてたのそれも。影朗に。あのー、弾頭事件そのものはないんだけど、うん、なんかそれっぽいことが書かれてて、うん、それで、それが相当やばかったんであろうっていうのがわかるのは、なぜなら、道綱の母が、この事件の後、金家に説得される形で、東三条の屋敷から離れることになるんですよ。<laughs> なので、やっぱりよっぽどなんか偉いことになったんで、うん、ちょっと距離をこうねって感じになったんだろうっていうことなんですけど、これもね、最初はね、金家がさ、まあ一時的なことだから、また屋敷に迎えるから、 だけ我慢してとかなんとかって言ってそこに引っ越してもらったらしいんですけども、うん、でも実際はさ娘の統合がね冷泉天皇に受大してすごい大事な時期なわけですよ。こ、うん、ここで問題を起しして欲しくないっていうねうん、うん、気持ちがやっぱ金家に大きかったみたいで、うん、道綱の母がね元のねお父さんの屋敷に戻ってもめったに訪ねていかなくなっちゃったみたいなんですよね。うん、一方で時姫の方は東三条の屋敷で金家の北の方としてねもてはやされてるわけですよ。も 道綱の母にしたら、もう挽回のチャンスはないのかっていうね、絶望感に苛まれるって感じだったんですが、うんうん、そんな中、道綱の母は騎死改正の策を講じるんですよ。え何をしたのなんと、金家の娯楽院の女の子を幼女にしたんです。娯楽院って、金家のパパの隠し子ってことん うん。隠し子というか、うん、行方不明になっていたっていう方が近いんですけど、三 <laughs> 綱の母が養女に迎えた女の子っていうのは、かつて金家が源の金忠っていう人の娘に産ませた子供だったんですけど、うん、源の金忠の娘が金家と別れるんですよね。まあ別れるっていうのはつまり、金家が訪ねていかなくなっちゃったっていう意味なんですけど、おーおー別れた後、被護者を失ってしまったそのお母さんと娘っていうのが連絡しちゃって、うん、それで、大海の滋賀寺でね、僧になっていたお兄さんを頼って、そこで暮らし それを聞いた道綱の母が、うん、天禄3年972年におそらく12 2>、うん、1 2 3歳ぐらいになっていたその娘を引き取って養女にしたっていうわけなんです。な、うんうん、なぜそんなこと のののの母にししたたらさ自分と時姫の差っってていいいううは女の子を産んんだかどうかかどそれしかなな考えたんじゃないですかね、うん、でも、この972年頃ともなると、道綱の母ももう40に手が届こうかっていうね、年齢なわけなんですよ。しかも、最初の子の道綱を産んでから17年間も子供を授かってませんから、もう自分で産むのは無理かなーって観念したんでしょうね。でも、金家の血を引く女の子を引き取って養女にすれば、ワンチャン自分も時姫と同じように金江に 扱われるようになるんじゃないかっていう、下心があって、養女にした。とは、かげろうにきには書いてませんけれども。ま <laughs> まあ、まあ そういう気持ちも多少あったんじゃないかなと思うわけなんです。ただね、この女の子はね、残念ながら田舎で育っちゃったせいで、和歌も読めないし、うん、行儀作法もね、いまいちという感じだったので、後にこれでは妃金にはね、できないな、無理だなって、金家に判断されてしまって、なのでね、せっかく娘を養女にして金家の気を引こうとした道綱の母だったんですが、この作戦は結局、失敗に終わってしまったってことなんですね。うんうん でね、その後、道綱の母は一条王子北のお父さんの屋敷も売り払っちゃって、お父さんが別に所有してた京都の郊外の広畑中川にあった屋敷に移り住むことになります。これはもうね、うん、金家との関係を断とうというね、道綱の母の決意表明みたいな引っ越しだったわけなんですが、金家もね、その気持ちがわかったのか、うん、昔はね、甘になるとかって言ってね、お寺にこもりに行ったら、もうね、そういう若い時にはね、なんかブツブツ文句言いながらもさ、迎えに行ったりしてたんだけど、 けどこれ以降は道綱の母の元を訪れるということはほぼなくなってしまうんですね。うん、ということは離婚ってことなんですかねそうですね、うん、平安時代の意識かからすするととと離婚したと考えていいかと思い思まこのね広畑中川っていうのはどこかっていうのはちょっとわからないんですがとりあえず平安京の外っていうのは間違いなくて、うん、実はね平安京の中っていうのは によよっっっててて住める屋敷のの広さが決まってたんですよなので中級貴族の藤原智康はそんな大きな屋敷には住めなかったんですけどこの広川中川の屋敷っていうのは平安京の外にあっったたたんででね結構広いいお屋敷だったみたいなんですよとはいえさ夫がね通いにくい場所に引っ越したってことは、うん、夫の通いを拒否したとも取れるわけなので、うん、なのでねこの辺ぐらいで2人は実質的に夫婦関係を解消した離婚したのだろうと言われてるわけす。 これが大体天元元年974年頃のことでドラマの始まりちょっと10年ぐらい前のことなんですよね「かげろうん、日記」の記録というのはこの974年をもって終わっているわけなんですね。うんうん ただ道綱の母本人が亡くなったのは長徳がね995年のことなんでねだからその後20年近くも生きてるんですよ、うん、なので彼女はね990年にね金家っていうのは亡くなっているのでそれ以上長く生きてるので、うん、彼女は実はその後金家の死というのも知っていたはずなんです、ねうん。なかなか波乱万丈な人生だったんですね道綱の母は。 そうですねだから晩年どういうふうに過ごしたのかわからないんですけれども、うん、でも金家の死を知ってもあえて「かげ日記」に書き足さなかったっていうのは気持ち的にはもうその頃には決別してたっていうことなのかなとは思うんですけどもね。 分はすすごいあっった人ななんんだよねきっとそうなんですこれからその話をねしようと思うんですけれどもちょっとその前に、うん、道綱の母と金家の夫婦としての関係っていうのはこの頃もう断たれちゃった切れちゃったわけなんですけどでも、うん、金家をね息子の道綱のことは随分目をかけていろいろ世話を焼いたりしていたようで道綱もねお母さんのもとにお父さんは来ないけど自分からパパの家に行くってことはしてたみたいなんですがただねいかんせんこの道綱がねかなーりぼんくらだったみたいなんですよ。 まあまあ、道綱についてはまたね、別に動画を作ろうと思っているので、道綱の母のね、文才の方のね、話にちょっとお話戻しますと、彼女が、かげろう日記っていうのを書いたのはおそらく天元3年、980年に、時姫が亡くなった後のことだろうと言われてるんですね。もちろんね、今の逆さみたいに出版して広く世の中の人に読んでもらおうなんて考えていたわけではないんですけれども、自分の姪子とかね、あと幼女とか、その辺のね、身近な少女たちに、私今はおばさんになっちゃったけど、若い 頃は美人で有名で「兼家様」というセレブと息詰まるような恋をしてたのよっていうのを知ってもらおうとして書き始めたんじゃないかと言われています。 しかもさ別れたとはいえその内容っていうのが今をときめく金家との赤裸々な愛の物語なわけでしょそ,<う>それはほの貴族たちも読みたいってなりますよねこれは絶対読みたくなります男の人も女の人も <laughs> そうそうなのでまあまあつてをね頼っていろいろ書き写した読むみたいな感じで広まっていったわけなんですよねそういえばね、うん、青少年、うん、ドラマのね桔梗ちゃんね、うん、彼女のお姉さんが結構年の離れたお姉さんいるんですけどそれがね、うん、道綱の母のお兄さんと結婚してるんですよ なので、聖書<う>などは間違いなく、かげろう日記を読んでいたでしょうし、うん、多分ね、道綱の母のことも相当リスペクトしていたと思います。そこからなんかいろいろ学んで、自分もいろいろ書きましょうってなったんかな。かなそうか、負けてられないわ、ね、なんかな。<laughs> <laughs> うんあったかもしれない、うん、あとね道綱の母ってかげろう日記の中に書かれた「嘆きつつ一人ぬるよの悪くはいかに久しきものとかは知る」っていうね和歌ですごい超有名ですけれども金家がね自分家に訪れてこないんでねそれをね、うん、待って悲しんで明かしている夜っていうのがどれくらい長いかあなたはご存知っていう,もうめっちゃ嫌味な歌で有名なんですけどただー <laughs> 当時もね、和歌の名手として有名だったんですよ。アンナ2年、969年に、金井のおじさんにあたる、諸忠の50のが、50歳の誕生パーティーの時に、お祝いの屏風を送るってことになってね、そこに書き込む和歌を集めるわけなんですけど、その和歌の中に、道綱の母の和歌が2種も選ばれたりもしてるんですよね。この時、清少納言のお父さんの清原元助の和歌なんかも選ばれてるんですけど、清原元助といえばね、梨壺の5人として有名な天才歌人なんでね。だからその道綱の母の和歌 っていうのはその天才と同列に扱われれるほど優れていたというわけなんですよねただね、当時こういうお祝いの屏風に書く和歌っていうのを作るのは、それを専門にしていた中級貴族の仕事っていうふうに考えられていたので、上級貴族である金家の妻としてより、中級貴族の和歌作り専門の歌人扱いをされたとも言えるわけなので、うん、道綱の母にとって本当に誇るべきことだったのかどうかはちょっとわからないんですけど、ただね、 本人選ばれて喜んでたみたいなんでねそれはそれで構わなかったのかなとも思ったりはするんですけどね本人が満足だったらオケーです本人はね九種書いたのに2種しか選ばれてないわなんでみたいな感じで逆に選ばれた数が少ないのが不満だったみたいなので結構インフルエンサー的なちょっと自分のね発信していろいろ知ってほしいみたいな性格の人ではあったみたいなんでねもともとがねそもそもがさ金家本人もさ天皇とか皇后が参加した北野の魚友っていうのがあるんですけどその時に自分で和歌作らずに三綱 の母に作してもらっってててそれ披露してるってぐらいなので <laughs> なのでねそういうこともあって道綱の母が専業主婦にもかかわらず和歌の名手だっていうのはもう広く世間に知られていたみたいなんですよ。息子のさ道綱なんかもねねラブレターですよ、ねうん、なんかに書く和歌をもうほとんど母親に大作してもらってますし <laughs> あとなんか火山天皇が主催した、ね、歌合わせっていうのがあったんですけどその時も母親に大作してもらった歌を、ね、も堂々と読み上げるみたいなことやってるんでね。 <laughs> でもカネイパパもだけどまあ当時としては天皇主催のような正式な場で、うん、みっともない和歌を読むよりは、うん、有名な人間に大作させたものを読んだ方がいいっていうね考え方ではあったみたいなのでカネイパパはねそこそこ和歌読めるんだけど未知つなレベルだと自分で作ったらとんでもない失態をさらす可能性もあるってことでまあまあお母ちゃんに作ってもらったのかもしれませんね。 もう、なんか、ボンクラだっていうのは分かりました。最初の頃にそう言っていた、キリュウさんの言葉が。<laughs> いやー、さらにボンクラエピソードいっぱいあるんでね。<laughs> はい、それはまた別の動画でお楽しみいただくということで、はい、今日はね、かげ日記の作者で、カネイパパの妻だった、みちつの母についてお話ししてみました。かげ日記読んでみたくなったという方は、チャンネル登録、<あ>グッドボタンをよろしくお願いいたします。 綱のエピソードもっともっと知りたいっていう人、X、もやってますのでよろしくお願いします桐生さんの語る「道綱の母」のエピソードまるで道綱の母がそこにいるかのようだう <laughs> と感じた人はぜひメンバーシップ <laughs> ではまた次の動画でお目にかかりましょう田舎娘さんどうなったの、うん それはね、いろいろとエピソードがあるんですけれども、ちょっと偉い人に求愛されたんだけど、それがね、道綱の母のちょっと気に入らなくて、それでなんとかうまくいかないようにならないかしらみたいな感じで、ちょっといろいろあったりもするんだけど、その辺もまたね、別の機会に話そうかなと思っているので、うん、はい。ただ今回さ、金家パパ金家パパって言ってるから、もう道綱ママって呼ぼうかなと思ったんだけど、うん、なんかでもそうするとバカボンのパパとママみたいになっちゃうから、<laughs> やっぱ道綱の母をバカボンのママにするのはどうかと思って、やめた次第でございます。<laughs> そもそもね、この道綱の母っていうのは、うん、さっきのね、うん、嘆きつつ一人塗るような悪魔はいかに久しきものとかは知るっていう和歌もさ、うん、そうなんだけど、かげ日記っていうのが、金家が訪れてこない、訪ねてきてくれない、うん、私は不幸だって嘆きに満ち満ちた本っていう風ではあるんだけれども、うん、でも、道綱の母ってさ、一夫多妻が普通の平安時代に、みそかみそよを我が元にって願った人なんでね。うん <laughs> つまり、お正月にどんな願いがあるのって聞かれたら、味噌か味噌よだから、30日の昼間と30日の夜だから、1ヶ月まるまる毎日、1日中自分のとこに金家パパにいてほしいって願ったくらいの人なので、<laughs> ちょっと欲張りすぎた人なのかなって気もしないではないですよね。いやー、それはちょっと望みすぎでしょみたいな人だから、だから余計嘆きつつになるわけよね。でもそんなずっといられても嫌だと思うんだけど。<laughs> 私なんかはそう思うけどね。<laughs> うん。でもそもそも 嘆きつつのね、あの若だって、金家が訪ねてきたのに浮気してるっていうのに嫉妬して怒って、家入れなかったわけだからね。それで金家パパが入れてよーって言ったのに入れてくれんだから、じゃあ彼女のとこ行っちゃおうかーって言ったので、やきもきして待ってるって。それで嘆きつつって言われても、<laughs> みたいなところはちょっとあるんで、結構おちゃめな人なのよ。すごくなんていうか、本人はね、悲劇のヒロインっぽくって、いろいろ書いてるんだけど、冷静に読むとむっちゃおもろいわ、この人ってなって。<laughs> 悲劇のヒロインを演じている、<laughs> ちょっと面白い美人さんみたいな感じで、今だと絶対ギャグ漫画の主人公にできるわだから、バカボンのママでもいけるかってちょっと思ったんだけど、まあまあそこはね、一応まあ、名作と言われる文学の作者なので、リスペクトしまして、バカボンママにはしなかったということです。<laughs> <laughs> でも本当だからね、いろいろ見方で冷静に見ると、かげろう日記というのはなかなか面白い告白文なのでね、ちょっと長いんですけどね、読んでみると面白いかなとも思ったりもします。かげろう日記はね、もし需要があれば、かげろう日記っていうものの紹介として動画作ってもいいなと思ってるので、もし希望っていうのがあったらコメントの方で <laughs>、かげろう日記希望っていうので <laughs>、よろしくお願いします。